マンドーラコースカです。コンマンドーラアンジョです。二人せでモンスターズメイトです。 VTuber さんって、うん、絶対、うん、最初の方に先輩の声真似動画って言ってます。前提としてモンスターズメイトってモノマネの引き出しないんすよ。ないっすねっていうところでね、はい、この間ラジオで、うん、ドーラ様と喋ってた時に引き出し増やしましょうよってなって、まあ、そうなんすとかどうですかって言われた時に、うん、俺一回もやったことないんだけど、うん、その場でマジで練習なしで初めてそうなんすを発したら結構良かったのよ。頑張っいろいろもしかしたらできるんじゃないかということで、はい、今日は前回モンスターズメイトモノマネの引き出しを開けてみたい男たち。おというわけで、はい、もう本当にこすられ続けて、うん、もう上位互換がいくらでもいるようなモノマネをあえて、うん、一発勝負全力でやってみて、意外とその引き出しありじゃねっていうのを探そうという。なるほどね、はい、一応現状持ちネタを確認しましょうか、はい、まず高坂の持ちネタが、まず1個目ドナルドダックの一言。はい今車に引かれなかったっすか。大丈夫です。大丈夫ですか。引き返るじゃないですで、あとこの間その、はい、ドーラ様の時にやったそうだっす、あれ下手になってるわ、はい、あとやっぱりにゃんちゅうにゃんちゅう車に引かれてないですよ。引かれてないコマシャカドース。アンジョさんの引き出しが一応シャルルを歌う福山雅治さん。あ、はいはいはい、さよならはやっと書いたそれなのに久々にやったらやっぱ上手いですね。はい、井上陽水全然全然疲れたアンジョだって今孫悟飯あの攻撃を受けて苦しんでるところ。そうです、クリリもできますはいまああと俺一応あのオメガレイちゃんがあとあるけど、ああ生配信でやったらバチクソに批判されたんでもういいっす。俺みちゃんと見てないからやってよ。今日もねモノマネの引き出しを増やしていきたいと思いますあれキズナアイさんは、はいどうもバーチャル YouTuber キズナアイですレイちゃん今日もねアイちゃんのモノマネをしていきたいと思いますキズナアイさん、はいどうも一緒やんけあーこれはやばい、扉を開けていかないと。確かに甘いにもちょっと駒がなさすぎる。玉が例えば何がありますかね。一番いいドラえもんじゃないですかやっぱり。確かにやったことないわ、うん、行ってみます。これもう練習なしでやるのがいい。あーオッケー、やっぱそうなんですわ、それで生まれたから。バッカラーバッカ一応言っとくよ、うん、マジで本気で結構イメージトレーニングしてみ。よし分かった、笑っちゃダメですよ。いや意外とでかい声でごめんなさいうわ分からねえ。私一応お母さんでしょ。まあ優しかった。今なんか聞いたことない声出したよ。はぁーどうもー小林明です小林明だった森進一うわーいや違う君のやってんのってあの木梨憲武の森進一なんだよあ違うな。もっと最近の行く、うん、ハウンドドッグとかできないの大友さん。愛がすべてさ今こそ違うよ。歌うまいなあれ千葉しげるさんってさ桑原誘惑の桑原だと思う。多分恨めしだぜ恨めしあなんかでそうなんすね恨めし俺ゆうすけ一時できたよ。マジレイガン。ちょっとアムロレイじゃなかった。あマジで佐々木のぞむさん。佐々木のぞむさんってことはあれか鉄尾か金だ。あお前が目障りだったんだよ。あ似てる似てる今の。あいけるかも。何をするのもお前が指図しやがれ。似てる似てる。いつも子供扱いだ。おどこにでも出てきてボス面しやがる。アムロになっちゃうアムロ一回やってみて。アムロ親父にも殴られたことないのに。似てる似てるおいけた。オープンザワールド扉が開きました。オープンザワールドは違いますよ意味。オープンザドアですあ後ろとトラのじゃあ後ろもできる。後ろ見たことないちゃい言うんじゃねえよ勉強してきます。さあ腿を上げて、そうだ、そして次は腕を上げて、オッケー、だんだん腹筋が火を吹いてきたぞ。そしてその勢いのままチャンネル登録高評価ボタンを押してくれ、よろしく。